はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はバキシリーズから近代武道の最高峰渋川剛毅の活躍について見ていきたいと思います。渋川は様々な異名を持つ伝説的な武術家。作中では小さな体で自分よりも倍以上の大きい敵たちを前に果敢に勝負していき勝利していました。今回はそんな渋川剛毅の活躍について早速見ていきましょう。よろしくお願いします。バーサスロジャー・ハーロン。渋川の初登場は最大トーナメントに出場した時。ロジャー・ハーロンはオリンピックアマチュアレスリング選手。渋川と40センチの身長差があり体重差は約3倍。差がありすぎだろ。ロジャーは対戦前に渋川の姿を見て全力で戦うべきか迷うが、セコンドに激励され全力を出すことを決心していました。普通にやったらおじいちゃんいじめてるだけにしか見えないからな。渋川は試合前ではバキにセコンドを任せており、試合直前では武術界のタブーに触れる達人は保護されているという、アナウンサーの煽りを受けていました。アナウンサーの言いたい気持ちはわかる。試合はロジャーの大振りな右から始まりましたが、渋川はあっさりロジャーの足元に移動して空転させ前歯を打っていました。続けて顎に掌底をして地面に叩きつける攻撃を仕掛け、脳震盪を起こしたロジャーにとどめとして喉に人差し指を差し込み渋川が勝利していました。試合後はセコンドにいるバキとハイテンションでハイタッチをして喜んでいた模様。この達人は保護されてなかったようだな。強すぎだろ。バーサスしのぎ交渉。2回戦ではしのぎ交渉と対戦。しのぎ交渉は切断力のある人を抜き手が武器の若き空手か。試合は紐切りが危険なしのぎですが渋川は序盤、構えを取りませんでしたが、しのぎが前に入れないほど隙がなかった模様。マジか。しのぎが背後に回り蹴りを仕掛けられていましたが、これを避け逆に渋川はしのぎの背後に回り、顔面に手をつけた瞬間しのぎから手首をつかまれるも、これを利用して渋川はしのぎを回転させることに成功し、顔面を地面に強打させていました。手首持ったらダメなんか、どこ持てばいいんだ。そしてしのぎから襟を握られるもこれまたそれを利用して、掌底を顔面に当てて地面へと叩きつけて脳震盪を起こさせていました。その後も終始渋川は圧倒的な実力でしのぎを貫通していき、しのぎの蹴り足が伸びきった瞬間を合わせて膝を打ったり、髪の毛を握り首を締めて圧倒していきました。ここまで差があるのか。ですが渋川はしのぎが自分を見た目で判断して実力が出せていないことに気づいていたため、しのぎにもったいぶらず早見せい、もっと大きいおもちゃと述べ本気にさせていました。それに気づけるのさすが達人ですね。そしてしのぎは新紐切りを仕掛けてきましたが、渋川はこれをとも簡単に止めてみせ、合気でまたもや一回転させてダウンを奪っていました。ですがその瞬間渋川は足をすくわれ隙ができてしまい、しのぎに起死回生の眼底砕きを放たれ、渋川の左目は大ダメージを受けてしまいます。一瞬勝利を確信したしのぎでしたが、渋川の左目はもともと義眼でダメージがなかったため、しのぎの手首を持った渋川は合気で激しい投げ技からとどめに喉を踏みつけて失神させ、渋川は勝利を収めていました。試合後は高級義眼を消毒のつもりなのか口に含み、自分の眼科に戻す機構を取った後バキに決勝で会えたらいいなとワクワクしているようでした。戻すなよ。怖すぎるだろ。バーサスオロチドッポ。準々決勝ではオロチドッポと対決。オロチドッポは空手道団体新進会の代表であり、武神など数々の異名を持つ空手道の達人。渋川はウォームアップをせず試合に挑んでいました。さらに試合直前ではふざけた挨拶で相手を挑発。余裕だな。どういうメンタルしてるんや。試合序盤は渋川が前を詰めて圧倒していき、ドッポの破壊力のある攻撃をそのまま跳ね返して見せていました。またドッポ相手に足の小指一本だけで動きを封じるなどして、喉に蹴りを入れてダウンを奪っていきました。こんなじじいてたまるか。そのため合気を封じるため自ら攻めることをやめたドッポに渋川は、自ら攻めに転じ脊髄に攻撃を仕掛けていきましたが、ドッポの菩薩の剣によるさっきのない攻撃に渋川は対応できずにもろにダメージを受けてしまいます。立ち上がった渋川がなめんじゃねえ空手やーと叫び、年季が違うことを見せつけるためにドッポを足払いで横転させ、回転させた後はこれでもかというくらいドッポをぐるぐる回転させて、超高速の加速を付け加えて頭を地面へと叩きつけて深刻なダメージを与えていました。ですが渋川もダメージがひどく一度休憩に入ります。試合中に休憩？
互いに休憩を済ませ立ち上がると、じりじりと両者は近づいていき、どちらが先に攻撃をするかの駆け引きが行われ、ドッポの攻撃を誘い込むために、渋川は先に言葉を発したその刹那、ドッポの最後の攻撃が渋川に炸裂、と思われましたが渋川は顔面に拳を受けながらギリギリで受け流し、合気で回転させた後はドッポの顔面を掴み豪快な投げ技カウンターで勝利していました。試合後は空手というものに生まれて初めて畏怖しており、ドッポというものの負を心底怖いと語っていました。あんたの方がよっぽど怖いわ。勝敗は部に関わった時間が明暗を分け、もし生まれた日が逆なら負けていたと述べていました。またドッポからはとどめを促されたところ、渋川はドッポに蹴りを顔面に放ったように見せていましたが、とどめは刺しておらず生きがい奪ってくれるなやあと20年は現役でいると宣言し、ドッポに激励の言葉をかけていました。バーサスジャックハンマー。ジャックハンマーはドーピングを使用した野生的な戦闘スタイルの戦士。渋川は戦う前から別行のいいところだけを使ったメガネが割れ、何もないのにふらついて転んだり立ち上がれなくなったり、最後には大きく頑丈な扉の幻影が見えたりしていました。ジャックの危険性と同等の幻影を見た渋川は、これにより誠の誤信が完成したことに気づいていました。それでもなお戦いに挑むとは、誠の武道家だな。試合開始序盤渋川は口に水を含んでおり、ジャックの攻撃に対して最小限の動きだけでかわした後は、ジャックの顔面の急所である涙血に思いっきり口に含んでいた水を吹きかけて先手を取り、ジャックを溺れさせて隙を作った後は、お得意の小手のアッパーからの地面への叩きつけ、そしてダメ押しの速投でジャックの喉を踏みつけて勝利したかに思われましたが、なんとジャックにアキレス腱を噛みちぎられていました。いつ食われたんや。片足で戦うしかなくなった渋川はなんとかジャックの攻撃をかわしていき、掴まれても合気で対応してジャックを回転させていきました。ですがジャックが猛スピードでタックルを仕掛けてきた際には対応できず後頭部を叩きつけられてしまい、脳震盪を起こしていました。そしてそのまま腕を噛まれて囚われてしまい身動きが取れずにいましたが、これも合気でジャックを回転させて噛みつきを解いていました。どんな体勢からでもぶん投げれるのマジでやばいだろ。小屋小僧っと叫び、凄まじいジャックの構成に若干ビビりながら帰りたいと思いつつも正座の体勢を取り、ジャックの攻撃を合気で何度も回転させていきましたが、ゆっくり近づいてくるジャックの攻撃を止めた瞬間、ジャックに止めた腕を噛まれてしまい、そのままアッパーを二度放たれこれをもろに受けてしまい、さらにボディにもパンチをもらった渋川は、ふらつきながら最後の力を振り絞って、ジャックに合気を仕掛けていきましたが、最終的には自身の得意技である投げを返されてしまい、喉に即答を受けて敗北してしまいました。試合後は俺たちとは違う、誰も勝てねえよと意味深な言葉を述べていました。あんな攻撃を受けてよく死ななかったな。バーサス柳流行。渋川は死刑囚と対峙する5人の一人として登場。左目の仇である柳に立ち会いを申し込むも、とろけそうなほど甘いと評され、黙って仕掛ければいいと言われた渋川はお湯の入った夜間を放り込まれ、軽くあしらわれてしまいました。あの渋川は先手を取られるとは。その後最強死刑囚 VS 地下闘技場戦士のストリートファイトの中、高校の校庭で用務員の変装をして潜んでいた柳に渋川とバキが二人で挑んでいました。二人がかりで挑むのか。柳は鎖釜などの武器を使用した攻撃を仕掛けていましたが、渋川とバキのコンビネーションが上回ります。柳を背後からロックして捉えることができましたが、バキを蹴り上げその反動で渋川の背後に回り、高速を解かれていました。そしておもむろにバキに近づいた柳はバキに空洞で攻撃しバキは気絶させられてしまい、柳は逃走したため渋川との決着はつきませんでした。バーサスビスケットオリバ。オリバとは警視庁に潜伏していたドイルと戦った後に渋川は出会っていました。ビスケットオリバと対峙した時には自らの技で完全に制圧。オリバとの相性良さそうだな。その後渋川が警視庁で逮捕術を指導中、オリバが現れ、オリバは今日で5段まで取ると宣言し警視庁の柔道戦士たちを力だけで次々とねじ伏せていきます。今日で、これは柔道やってた渋川さん黙ってないだろうな。その後結局渋川と柔道対決をすることになり、オリバの怪力で渋川は投げ飛ばされていましたが軽く着地、そのタイミングでオリバの肢関節を脱臼させており、オリバが負けを認めていました。渋川はオリバに自身の黒帯を投げ渡し、渋川合気のお墨付きじゃと伝えていました。
懐深い面もあるんだね。バーサス柳流行。渋川は柳に果たし状を出し、決着をつけようとしていました。しかし決戦会場に到着するまでに危険を予知する幻影がいくつも現れ、なかなか到着できずにいました。柳がいかに危険な相手とはいえ、いかなる仕掛けを浪して待っているとはいえ、これほどまでに危険な相手なのかと疑問に思っていた渋川でしたが、到着すると元部に戦いを挑まれ、刀で片手を切り落とされた柳と、さらにそこには地上最強の生物半魔裕次郎もいたのでした。そりゃあの幻覚見るわけだ。裕次郎に負けを認めるか問われた柳は、裕次郎に勝敗を決める権利はないと返した。刹那、裕次郎の一撃で柳の顔面は破壊され、一方的に敗北させられたため、結局渋川との直接対決は実現しませんでした。左目の敵バーサスマホメド・アライ・ジュニア。マホメド・アライ・ジュニアはボクシングをベースとしたマホメド・アライ流拳法で戦うファイター。バキとの決闘が決まったマホメド・アライ・ジュニアは腕試し相手として渋川に戦いを申し出てきたため、戦うことになります。アライ・ジュニアには少年のように小さい老人が猛獣に見えるほどの強烈なインパクトを与え、下駄やメガネを投げてアライ・ジュニアの手首を掴んだ後は合気でアライをぶん投げて困惑させていました。せこい。しかしアライ自慢のスピードを生かした攻撃を仕掛けられ、一歩手前で寸止めをしてきたため、杖をかけられた渋川は激高していましたが、最終的には顎に一撃を受けてあっさりとダウンを取られてしまいます。ですがダメージは最小限に抑えられた攻撃であり、渋川は気を失う寸前にこの優しさによって全く危機感なく挑んでしまったと気づいていました。その後ジャックに負け荒れているジュニアに再挑戦を申し出ていました。大人げないな。さらに前回の戦いは決闘ではないと告げ、この挑発に乗ったアライ・ジュニアと決闘を行います。前回のは何だったんだ。この戦いでは渋川はパンチの体勢を低くしてかわし、隙のできたところでアライ・ジュニアの指をつかみ、その状態で合気で指を折りながらぶん投げ、アライ・ジュニアに決闘の厳しさを教えていました。その後はお得意の小手アッパーからの地面への叩きつけで脳震盪を起こさせ、またもや指を掴んだ渋川はその後、何度も何度もアライ・ジュニアを周囲の木に叩きつけて、気が済んだ渋川は勝利を得て帰宅していきました。達人の恐ろしさが分かった気がする。バーサスチンピラ。チンピラ、渋川はピクル編にてピクルのベッドの下から登場していました。どうやってそんなところに忍び込んだんだ。ピクルとは戦うことはありませんでしたが、戦いを求めて夜な夜な一般人に喧嘩を吹っかけるドキュン行動をしていたことが判明。え、あの渋川さんが。渋川は自分から喧嘩を売ることはしませんでしたが、チンピラに軽く体をぶつけるなどして喧嘩の元を作り、自分を弱々しく見せた後は隠しにした戦力を巧妙に大会と変え、チンピラたちをボッコボコにしていました。その後は極めて優秀な警視庁から逃げるため、現場からは2分以内に脱出。渋川はそのうち捕まっちまうぜ、こんなこと繰り返しちゃようと思っていた模様。なんか達人のイメージが崩れるんだが、この行為は賛否両論分かれそうだな。その後の父親との親子喧嘩においては、裕次郎から逃げるように提言しており、実際の親子喧嘩はテレビで視聴し、どっちが勝ってほしいかを悩んでいました。バーサス宮本武蔵。バキ道では初っ端から登場してピクルとの激闘で片腕を失ったオロチカツミと組み合っていました。互いに力を認め合いながら微笑ましい雰囲気で他のグラップラーたちの現状について語っていました。またそんな中何かが来る予感を感じていることを述べていました。達人の会話はもうレベチだな。宮本武蔵が復活した後は、警官隊を蹴散らした彼の映像を視聴したようで、焦りのような感情を見せていました。その後、宇都宮の元を訪れ武蔵と出会っていました。武蔵からは真ん中に軸が一本しっかり通っとると評され、宇都宮に武蔵の紹介をしてもらった後は、宇都宮に武蔵と戦うように仕向けられるも、会っただけで光栄と述べ握手をしてもらえないかと武蔵に頼み、握手をした後は手を離さず合気で武蔵を崩し、友である烈海王の敵として顔面に拳を叩き込んでいました。渋川も烈への思い強いんだね。その行為を憂さ晴らしと武蔵に語る渋川でしたが、別に問題としていなかったのか軽く流されていました。そして渋川の技術を妖術と評した武蔵に対し、彼より後の時代の存在である武田総閣の解説を行い、自身もそれと並ぶ天才と自己紹介していました。自信満々だな。解説の後は武蔵と渋川はお互いに違う光景が見えていたようで、
渋川はお花畑と述べ、武蔵も同じお花畑が見えていました。無楽すぎる。武蔵もそれだけ驚異的な存在なんだね。その後の対決ではイメージ切りで斬殺されてしまい、武蔵は見えない刀を構えてさらに渋川を攻撃。そして真っ二つに切られる感覚を受け渋川は敗北を認めてしまいました。大げさな芝居にも見えるな。戦闘後渋川がもう一度握手した時にはさらに八つ咲きにされる感覚を植え付けられ、さすがだぜ、剣豪はこうでなくっちゃと思わされ完全に渋川の敗北に終わっていました。バーサス巨芸、大王相撲にて地下闘技場戦士の代表の一人として渋川は選ばれ、合気の限界が見れるかもしれないと述べていました。そして秘められた技量に興味を覚えたスクネに襟を取られ実力を試された際には、合気を仕掛けいとも簡単にスクネを持ち上げて、一回転させて驚かせていました。これはマジで凄すぎる。スクネも何一つ文句も言えんだろ。しかし同時に着物ごと持っていかれてしまい、半裸のふんどし姿を披露していました。達人はふんどしタイプなんだね。年の割にはガッチガチだな。その後相撲対決では6番勝負の戦法で出ると自ら決断して巨芸と対戦。なぜ戦法で出たかったのかな？若い衆の参考となるべく自ら年長者が手本を示すための模様。ほうほう。脇には老い先短いジジイのわがまま、聞いてあげるもんだぜと述べ、どんな老後だ？と突っ込まれていました。試合では相手との体格差は6倍重く、最初は巨芸が油断して構えずに襟を掴んできたため、渋川は合気で投げ飛ばしていました。さすが達人。警戒した巨芸はしっかりと構えて突進するも、今度は渋川が低く構えて巨芸の足を引っ掛け、序盤優勢の渋川は巨芸の喉をついて攻撃していましたが、ダメージはなく渋川は張り手で吹っ飛ばされていました。そして渋川は組み合おうと宣言して、がっぷり四つの状態となり、自ら不利な状態に誘い込んだかに見えましたが、合気の恐ろしさを知った巨芸からは力で持ち上げられぶん投げられてしまいます。しかしうまく着地してダメージを負うことなく済んでいました。その後自分から逃げた巨芸に対して再度組み合うように挑発。また自ら相手の土俵に立つとか、さすが達人。そして渋川は巨芸を簡単に横転させるも防がれてしまい、巨芸に真っ向勝負を挑んでいましたが、投げ飛ばされて義眼がはみ出るほどのダメージを受けていました。巨芸らにこれ以上はと言われるも渋川は激高して、この戦いを降りるのを拒否して、渋川は猛ダッシュして巨芸の右目を突き、かがんだところに円錐蹴りを食らわしてめまいを引き出したところで、鼻に指を突っ込み鼻孔の通天を回し代わりにすることで、宙に浮かせることに成功した渋川は足をすくい回転させて、巨芸の顔面を押し込むようにして投げ飛ばしこれが決め手となり、渋川が勝利を収めていました。試合後は出口で場内に一礼し、どっぽにお見事と言われ、脇や克美にも尊敬の念を示されていました。以上になります。いかがでしたでしょうか？さすが達人と呼ばれるだけの活躍だったね。奇怪な行動を取ったりして変なじいさんだけど、どんな巨漢であろうとも制圧してしまう強さに憧れるファンもいるだろうね。特にドッポとの戦いでは達人対決という武術の応酬は心に残るものがあったね。こんな80近いじいさんいてたまるかと言いたいところですが、作品を盛り上げるいいキャラクターとなってましたね。これからの活躍に期待しましょう。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。